なんか強そう。寒い。あ、で打ちつけた相手。こういうアンバランス極めすぎやのに上がこんなんだから行きないよ、この状態は。これを維持かどれ。ちょっと最終実験これ。足の感覚ねえんだけど、俺拭いてんのか拭いてないのか分かんないんだけど、なんかズボンの裾すっげえ砂まみれになってると思うんだけど、まあいいや。え？え？何言ってない。ズボンのが絶対砂まみれになってるしさ。
おばあさんは、おばあさん、吉田さんは海に洗濯へ、そうすると後ろじゃねえ、もう一回やめそう。おじいさんは海に洗濯へ、おばあちゃんだよ、おばあちゃんはね海に洗濯しに行くよ。そうすると海の向こう側からスイカがどんぶらこどんぶらことやってきました。おばあさん、おばあちゃん、いやおばあちゃんだよは全速力でそのスイカを蹴っ飛ばしました。そうするとどういうことでしょう。そのスイカは小笠原まで流れ着いてしまいました。めでたしめでたし。はい、クロックス履いちゃおうね。クロックスも銭湯行こう。潮騒の湯に。行こうね。あ、いや、貝殻がいて。危ない、怪我しかけたわ、今。パンツがない男。
これ何にもあの赤いフィルターは関係ないやん、水の中と。水の中だったらもしかしたら青い色と中央先見えるとかなんかあるのかと思ったけど、そんなに。え？うん。ただこういう赤いエフェクトをつけるだけのものだよ。逆光が少し消せるか、赤だから相打ちができる。